Colin Bumpia。눈뜨기진않는데あれ源田先生もういいんですか。ああさっき復帰したとこだよ。あ、沙織ちゃんこれ通れないよ。あに、이것은뭐야말도안하고やがみありがとうと없고。あ、すいません俺今ちょっと沙織さんに用が。ああこっちが先だ、話がある。え、そこ座れ。아니저기지금제源田先生がお呼びですから。あん座れよ話。星野君から全部聞いた。먹은다음에얘기하긴좀그렇잖아。먹기전에부탁하고얘기해야되는데。全部って新谷の件だ。寄せつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りゃしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え、弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。動機ぼやじゅしね。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていくやつらはみんながみんな上見て這い上がろうとしている。딱안경벗었잖아강나오는거지。他のやつに食い物にされたくなきゃ強がれてもあった。싸우자는거지。とにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか八神、お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし。なら星野君のことも遠慮なく伝えてやってくれ。星野君、沙織ちゃん。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。먹고있어이미이미한개먹었어。맛있었다죠。네오리토해낼거아니면だけど무리です무리です。そこをなんとか。ほらお菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長なんで沙織くんを気に入ったんだろうな。할배요그런소리하시면요즘큰나요。慣れて言ってるわけじゃないんだし。
세상이바뀌었는데지금학교사에난또가서그냥캐바조니메르때도시답때고마게로이야됐어さっきのお菓子気に入ったの？また買ってくるから。嫌です。과자로안되나？これちょっと無理なんじゃねえか？남자소개시켜준다고해봐。実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。혹시너좋아하나？혹시？一体沙織さんを何だと思ってんですか？いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだろ。年がこんなけるだろ。皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。今心パンク。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれます。ですよね、沙織さん。あにゃ、星野が高段数や。そこまで言われちゃしょうがない。ちょば。私やります。ナンバーワン。そう来なくちゃ。じゃあ矢上さんはまずドレスを選んであげてください。ナイス。ヘアメイクもしなきゃ。少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫。ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまで。겸사겸사ナンバーワン。それじゃ、参りましょう。いや、どんぼんでも여기때려칠거아니야。そう、これ。돈많이벌텐데。ま、よかったじゃないか。でもうまくいかなかったら。大丈夫、大丈夫以外考えられない。星野、고단수야。그럼내가꾸며주면된다이거지？알았어。제가또잘꾸밉니다。드레스를나돈이없는데？ヤガミさん、サオリさんのドレスですけど、ルマルシェ엄청비싼데？昭和通りにルマルシェって店がありますよ。カムロ町のキャバ嬢御用達です。星野くん、なんで？うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。それより、ドレスが決まったら、サオリさんの写メを送ってください。その感じを見て、本当は俺より。あはぁ。ヤガミさん。お願いします。わかった。よし、行くか。いや、おじそう。まずはドレスからだ。あ、깜짝이야。し。ね、걱정마세요。제가치장좀잘시켜요。지금까지술장사할때봤잖아。얼마나화장잘하는지。기가막히게합니다。취향저격으로다아정말오노이새끼는맨날와오노맨날맨날나왜이렇게피가없지아아까쳐맞아가지고아이나엄청엄청쳐맞았어요때려보라니까때려본다내가뭐인마이스기아분할수있어
타오리 잘 따라와요. 아이고. 근데 일찍 얘들 때리면 돈도 안 줘 왜? 돈 좀 줘, 돈 좀. 돈을 안 줘. 르 마르쉐. いらっしゃいます。彼女のクイーンルージュって店に出るんだけど、もちろんございます。もちろん。それではドレスを選。얼마나 할래나 드레스? 법인 카드로 해주나? 아니. 아니면 근데 목이 이렇게 허리를 이렇게 숙이고 있지? 요거 아니면 요건데 이게 조금 더 볼륨업이 되고 있네. 아니 머리 좀 어떡해. 아니 머리가 지금 머리 스타일이 지금 아 머리 스타일 못 바꿈? 안경은 당연히 없어야지. 귀걸이. 귀걸이 뭘로 해줘야 돼? 뿌린 사람의 기분도 고취시켜주는 인기 향수. 뿌린 사람의 기분을 차분하게 해주는 화재 향수. 가는 좀 아닌 것 같아. 머리 스타일이 지금 머리를 바꿔야 되는데. どう 사오리상? 기가에 왔다. 待ってください. 気慣れないものでデート中のカップルみたいだな。なんか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 デート中の
り、中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、
私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を。ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でも、어저엄피빠도장난아니야지금엄피팠는데도장난아니에요다올킬수준이야지금今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば、真冬にも小さい頃、憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃、お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばって、しばらくは意識不明で危なかったとか。ええ。その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。옷から입으면잠잡담을해。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていたすべてを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それが。あの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人が今真冬の上司で森田検事生です。え、森田検事生か。案外親父趣味。あ、自分は味見せ。柳さん、味見せが私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから八神さんを呼んだんです。そういや、最初はちょっと暗かったよな、真冬。やっぱだわ。ショックでした。あに、これイメントの뭐임。これ여기왜튀어나옴。いや、今は真冬より沙織さんの方が好きなんでね。は、は？何言ってるんですか急に。八神さん、たまにそういうとこありますよね。よくないと思います。おいちゃなよ。冗談だっての。まったくもう。着替え終わりました。だわだわ。ん？だわ。へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ。ちょっと。あ、写真撮れちこ。え？あ、이새끼변태같아。勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか。まあ、完璧派手じゃな。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいなー。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？美容室で重要だ。そうですね。同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。チェリー、チェリー。ちょうどそこから近いし、腕も確かですから。わかった。ありがとうな。다행이다。돈을안내도된다하이거법카로하나봐요진짜치마짧네이거야이거체리이라시아이마세今日はどのようにいたしましょう。잘골라야된다。그래야애들한테욕을안먹는다。머리스타일다똑같네。아씨。아난이런머리스타일이제일좋은데
어이거결정했습니다이걸로끈적끈적하고만이색깔이난것같아아니면완전금발이난이게좀더낫지않아얘얼굴하고는이게어울리는것같은데이색깔그냥난눈썹은진짜잘모르겠어여자들은눈썹이생명이라그러는데오죽하면문신할정도니까눈썹뭐몰라요4번4번좀이상한데색깔은그냥깜장이거는볼륨업야진짜이렇게까맣게칠할수록달라져이정도가제일난것같은데이건좀너무눈이커보이고고아니면없는거아요거요게난거같아요거요거요거아니면1번아니면4번1번아니면4번1번아니면4번이게1번이게4번이건아예없는거아니빨간색은좀아닌것같고눈썹색이왜색을이걸로이걸맞추면이상하지결이잖아3번이난거
것 같은데. 저거 너무 두꺼워. 됐어. 됐어. 멀리서 보면 이뻐. 가까이서 보고 저기 접사로 볼 것도 아니고. 에, 고려 상상 이상だね. そんなにじろじろ見ないでください. ごめん。 よし, それじゃ クイーン ルージュに行こう. 아니 안 보여줘? 아니 이렇게, 야 이걸 이렇게 가려버리네? 와 세상에. 1인칭으로 거울 어딨어? 아야 휴휴 미로요 스게 이었네. 이쁘대잖아. 거울 안 보임. 게임 엔진이 참. 와, 정말 기레나 히토다나. 쇼토, 아니, 호카노 언니 미토레테르노요. 아, 고메테바. 공식적인 대사였나? 이거를 3인칭을 안 하는. 오네산, 도쿠 노 오미세 하타라이테루 노? 요갔다라 우치 니 코나이? 바이 다스 카라. 뭐 알아 달라고? 이상하나 씨네. 네네. 이마노 코 도쿠 노 오미세 코 안나이 시테요. 에? 좋아. 정보만 알아내면 돼. 퀸. どうぞ. お待ちしておりました. いつもありがとうございます. 오, 안다가. 레노 사진의 女の子は 連れてきてくれるんだろ. そしたら今夜から働けるか. 実際やって問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうか。 엄청나게 갈고 닦았어. 別の話で。 봐봐, 잘 만들었잖아. 그래요. 와, 잘했잖아. 화장도. 고지라. 시로사키 사오리사. 네, 그 솜씨를 의심하고 있어. 사이오, 사이오 ですって. すごいな, 맞다가. ぜひうちで働いてよ. 시로사키です. どうも. 彼女 まだ ちょっと 緊張してて 喋りが 硬いのは. 実に クールだね. 喋りも とってもいい. は? 私 接客の 経験 ないんですが. そんなの 全然 問題ないですよ. その ルックス なら 経験 なんて 何とでも なります. まずは 控室にね. さあ どうぞ. 今日だけですよ 山美さん. 橋木と 小野が この店でどんな話をしていたのかを探る. 진짜 완전 다른 사람인데? 와, 이렇게 하니까 내가 봐도 화장 잘했구만. 입술 색깔도 딱 좋아. 미세가 오와르 마이니 데와시마스카라. 사오리산 닷다네. 고치다요. ついてきてくれる? 사테, 接客の 経験は ないってことだけど. 솔직히 전혀 문제 나사そうだね. 受け答えも しっかりして. 갑자기 이걸 그러면 또 다 다른 얼굴이 됐지? 어라. 잔또 대내고 使えてる 데셔. 이 조명에 따라 달라지나 봐. 조명 각도에 따라. 私, 若く ありませんから. うちは 가무로초でも 고級店の 부류에 入るから. 당연 お客さんの 質も 他とは 違っている. 뭐야 이거? 一流 企業の 간부 クラスが 接待に 使ったり 芸能人がパーティーに使ったりすることもある。
そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。 OK? わかりました。あの、허리를좀폈으면좋겠어요허리를まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、サオリが営業らに전혀상상이안된다。コロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ女の子は君だけじゃない、同じ宅に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。頑張ります。어쨌든넘버원된다며よし、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。이건그냥표정문제같다。원래좀이렇게화나있는표정이야。スミレです。ミカです。沙織를후회해요？沙織です。미스？아씨 아니야이거。뭔가묘한이발랄하게아식하게갈걸。마이야。座って座って失礼します。あ、先生トーマー、そんなわけで会社の窮地を救うためまだ若かった私にコンセプト잘못잡았다よ。待ってきたというわけさ。今で言うところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、わかる。ええ、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。대충말하네。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。たく나도뭐라고한마디해야돼。お楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、お締めくれました。あら、ごめんなさい、これで失礼しますね。しかし出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通り。ジョルジャイは생각이없고졸고있다지금。집에언제가가운데서졸고있어。そのネクタイ素敵ですね。ああ、これ先日出張でイタリアに行った際に見つけてついつい買ってしまったんだよ。すごいおしゃれですね。日本人で似合う人なかなかいませんよ。だよね、私もマジ好きかも。いやー、さすがにお目が高い。私もそのブランドチェックしてみようかな。ギャル화장이라그러면저렇게하얗게하는거そんなに安くはないよ。ウィンク는아ギャル는까만거야。어그거울모임 なんかごめんね、フォローしてもらってばっかりで。え、ああ、気にしないでください。私そうやって周りに気を配るのを慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか。半年くらい。まあ、あの頃よりはちょっとマシになったけどさ、新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて、また怒られたらどうしようって頭の中そればっか。仕事をしてれば誰でもそういう経験ありますよ。それがね、
そのお客さん、うちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え？知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。ハシキさん？創薬センターのハシキさん？そうそう。なんだ、知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日、私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。家がバロケアス。私ずっと売り上げ全然だし、このままだとお店クビになっちゃうかも。なんとかして売り上げ出さなきゃいけないのに、どうしても葦木さんのことを思い出しちゃって。あの美香さん、そのことなんですけど。美香さんと沙織さん、新規お願いします。이것만물어보고빠지면되는데。ごめんね、変な話しちゃって。그러면은저여자애를마음에더들게하면되겠지。沙織さん、大丈夫？あ、すみません。すぐ行きます。그래、신뢰를얻어야돼。